はい、どうもゆえです。嫁です。今日はですね、はい、舞島バーベキューパークというところに来てます。自宅からね、30分ぐらい。そう、実はここ、うん、大阪の市内なので、うん、めちゃくちゃ都会です。そうやね。自然は一切ありません。でも結構すぐそこに、うん、USJ、うん、そう、USJ がある。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。今日は横にしてみました。なるほど。まあ、確かにこの横の感じもいいよね。うん、うん、ここのキャンプ場は電源もちゃんとあります。ここ開けてくれます、電源ね。電源75番っていうところに今回は泊まってますけど、電源を引いて電気カーペットやな、準備したよな。オッケー。じゃあ薪でも買いに行きますか。ここのキャンプ場のすごいとこは、うん、10時からチェックインして翌日の5時チェックアウトでいい。おー、5時でいいんやな。ただゴミ捨て場はちゃんとあるよね。洗い場もあるやん。おー、いいやんいいやん。あー、オッケーオッケー。いいよね。うん、トイレもあるね。トイレ綺麗やな。ちゃんとあります。横にね、ローソンあるからな。せやな、ここのキャンプ場結構キャンプっぽくないよね。そうそうそう、結構都会にあるから。そうやね。すぐ買い出しとか行けると思う。見て、すぐ横にサッカーボール、ゴール、サッカー場やな。これは何なんやろ、プロの人らかな。確かに監督とかおるで。俺らが泊まってるのはここ、75番。うんうんうん。で、この外が全部屋根ありやね。あー、ほんまやな。こんなもあります。はい、大人にしたらあかんのかな。まあ、大人は、まあちょっと子供やけどな、俺は。陶芸の、陶芸体験とかもできるんや。そうなんや。で、バーベキューのこんなんもセット、まあ頼んでやれるやろな。薪割り機がある。薪割り機、お前や。こんなも使えんねや。な、薪を一つ。はい、あ、880円。はい、売店かな。うん、10時までやってるから、うん、まあ夜もう一回巻き買いたいなと思ったら9時ぐらいでも買えるから、めっちゃいい。なるほど、それはでかいな。だいたいどこもさ、うん、6時とかに閉まるやん。確かに。これはストーブの上で炊きます。これ気つけてな。ここで炊いてます。マスターどうぞ。はい、はい、うん、あったかー、あったかいんだから、うまい、あったかい、あったかー。あ、沸いた。今日は混ぜるだけのスパゲティ、めちゃめちゃ楽やんな。これめっちゃうまいね。でもこれうまいな。俺はよう食べるからな。そう、これおすすめです。水菜をパラパラーとかけて食べます。はいはいはい。あ、できた。はい、はい、おお、めっちゃいい感じ。コンポタージュ、ストーブの上でこんな早くにできるやな。おお、できました。できました。おお、いただきます。いただきます。いただきます。まずコンポタージュ。コンポタージュ乾杯。乾杯。うん、めっちゃ熱い。あったかー。めっちゃいいやん。なんで俺のお箸は1個しかないんですか。あったかいだから。俺のお箸はなんで1個しかないんですか。うまい、うまい。いや、このコンポストーブで温めたコンポタージュが本当に美味しい。それが最強。焦って食べんでいいで。誰も取れへんからな。焦って食べんでええの。うん、誰も取れへんよ。取るんかな、もうだから。よし、ほんならね、はい、嫌がらね、うん、
バスケをしに行きます、はい、あなた一回寝てましたけど眠たい今からバスケをしに、うん、一旦車で出てバスケの体育館まで行ってみんなで新年の初バスケをしてまたここに戻っ て, て焚き火をしながら寝ると寝るとオーケーいうことです。それでは行きましょう、レッツーゴーシャキーン時飛ばし良かったみたいな。今日もね、キャンプ動画撮ってる途中に今帰ってきてるから。あ、なるほど。おい。バスケ、キャンプ中のバスケ楽しい。絶対動画で収めといて。負けたらジュースやな。これ外したら全員にジュース。入ったら入ったら。入ったらサドンです。怪我してたから誰へんねんな負けました最後はい、じゃあキャンプ場戻ります、レッツゴー。はい、帰ってきました。こんなことあるやな。え、キャンプの後にさ、バスケ行ってさ、バスケの後にすぐここに帰ってくるっていう夢のようやね。確かにな、あ、うん、だって今さっきまで体育館でバスケしてたからね。そうで、この本でええねや。うん、うわ美味しそう。おい、はい、OK。はい、美味しそう。はい、うん、うまい。うまい、うん、うまそう。めっちゃうまい。うまい、うん、うまい、うますぎる。いや、うますぎるよな。ね、ダバダのね、うん、シラフ。あ、そうやな。ダバダでダバダのシラフと、これはこっちのやつは、うん、ダバダのマット、ハイランダーの寝袋、こっちはね。で、ダバダの寝袋と黒がダバダで、茶色が入らんだ。そう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 。で、ダバダなの、これがええねん。このマットが、マットが最強やろ。なんていう、10センチマットやから、うん、それ4つ引いてねんけど、うん、ふっかふか最高。めっちゃ寝心地いいもん、うん。めちゃめちゃいい天気や。やばい。めっちゃいい天気。はい。まあ焼いただけやけど、ぐちゅぐちゅってせえへんねんな。どっちでもいい。ラピュタ焼き、ラピュタ焼き、パンに卵焼きのせるだけ。いただきます。これが美味しいね。これおかずいるわな。ウインナーいるわ。いや、まずないよ、まずないけど、前のキャンプで俺もした僕の味シャウエッセンで俺言ったのは、そう、僕の味はアシャウエッセン。全然思わない全然思んない。ちょっと散歩行こうか。あ、なんか周りいろなんかありそうやしな。いろいろありそうやしな。うん、まあ、これちょっとやるか。うお、そうやったら前にな、うん、オリックスのなんか球場みたいなのがある。ほんまや、オリックス選手おるかな。これほんまにおる。うん、ハンドボール。いや、エベッサって書いてるやん、思いっきり。はい、ということで、うん、今回のキャンプはどうでしたか。うん、結構良かったかも。何、どういう点が良かった。やっぱり17時まで
次の日の17時まで折れるっていうのがめっちゃいいなって思った。ゆったりできるもんな。めちゃくちゃゆったり。今日もだって8時とかに起きてもまだまだ余裕やもん。そうやな。いつも言ったら8時に起きたらやばいってなるけど。そうやな。片付けの時間あるからな。そうそう。私別に都会やけど静かやったし、うんうん、やっぱり一番バスケできた。そうやな。キャンプの途中にバスケ行ってまたキャンプ場に帰ってくるっていう、そうそう、なかなかない経験できたもんな。それはめっちゃほんま良かったと思う、うん、都会ならではのキャンプかなって思った。そうやな。いいえ。ではね、うん、今日はこの辺りにしておきます。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ほなまた。